な敵でも大丈夫。はい、どうも皆さんこんばんは、ゆうきゃみです。今日は久しぶりにアリシデーションブレイディングの方やっていきましょう。今回やっていくのは、騎士たちの追走イベントの方ですね。ボス攻略の方やっていきたいと思います。ボスの方はグリッター玄武レベル90です。一応単性の一番、少ないクリアでもらえる一番いい報酬かな、45ターン以内を目指してやっていきたいと思います。まあチーム編成とかは先に出してあったと思うんで、まあそちらの方を見ていただいて、ここ来てると思うんでね。まず最初にね、初回は敵の方から闇風以外デバフと全体攻撃という感じを食らってからのスタートとなっています。それではやっていきましょう。攻撃パターンだけ把握している状態です。正直どの組み合わせとかどの人を使った方がいいとかあんまり考えてません。まあ戦力的にはまあまあ揃ってるはずなんで、多分これは余裕かなと思います。攻撃力は上げていくか。はい、クイックシャープネスかけて、でまあ一応ね、イージス連れてきてるのはヒールで回復しながら攻撃したいってのと、あとはブレイクウェル使いたいって思いで連れてきます、来てますんでね。はい、まずは回復入れておきましょう。便利ですからね。まあボスの弱点属性でもありますから、まあしっかりここでねダメージと回復同時に行って全回復しておきます。ここはね、もうチャージ要因は勇気だけになってます。なのでリーファでチャージエルプラスをかけていきます。まあ水アスナでも代用はできるんですけど、敵が連れてきてる、雑魚の方が一応土属性ということなんで、まあ有利ではない、逆に不利になっちゃうんで、まあ一応リーファの方が無難かなと思って連れてきてます。はい、でボーナス系キャラクター当たってるんで、ここはねチャージ L プラスと勇気のチャージだけで100まで溜まります。まあ、今回もガチャ運が好調でちゃんと当たってくれましたね。はい、シーンは一応打てる状況ですが、アスナさんでは打たずにここでもうリーファで打ってしまいます。本当は4人連携したいとこではあるんですけど、このザコ2人がね、2体土系のやつが結構サポート系で煩わしいので、先に片付けたいって思いでリーファで先に使います。まあ、リーファンが育ってればこの一撃で多分倒せるはずなんで。まあ、ザコ2体を片付けてボスだけにした状態で、まあ、試合組んでいく方が楽かなと思います。まあ、邪魔されないんでその方が。はい、ここはまあアサルト入れときゃいいかな。あ、いや、ここであえて先にチャージ勇気にかけとくか。狙っていくわ。でアスナさんだけ、アサルトでいくか。まあ、削りに行ってもいいんですけどね、リーファを、アサルトに変えてもいいと思うんですけど、一応ちょっといろいろやってみようと思います。まあ、多分サクッとその方がシーン貯められるんじゃないかなと思いますんでね。次はなるべく4人連携でいきたい。でリーファの、シーン使ったおかげで敵の雑魚は消滅して、これでボスと1対1ですね。まあ、1対1っていう言い方変か1対多数だけどな次がね、敵の方がアタックの方 35% アップと、こちらのシーンをちょっと削ってくる全体攻撃と、でシーンチャージ 177% してくる予定です。なのでシーンチャージしてくるって分かってるんで、先にブレイクエールの方アスナさんにかけときます。敵の攻撃終わったタイミングですぐブレイクできるようにします。で勇気の方は1回チャージして、かかってるんでしていきましょう。これで 64% ちょっと削られると思うんですけど、次のチャージ L プラスで100持っていけるんじゃないかなと思います。はい、35% 攻撃力上げられて、でこれが全体攻撃、ちょっとシーン削られます。あ、44まで減らされちゃったな。でチャージしてきて 177% 貯めていきます。はい、またねリーファの方で、チャージエールプラスを勇気にかけておきます。まあ、厳しかったらここでリーファに回復してもらうのもありですね。で先にブレイクさせてしまいたいので、後ろからボーナス系のキャラクターのブレイク要因連れて出してきます。
はい、こちらで使っていきましょう。マザーブレイクシェータさんですね。あんま育ってないんでそんな威力は出ないです。まあ本当にボーナスキャラということで連れてきただけって感じなんで。でアスナさんの方さっきかけてあるんでしっかりねこれでブレイク完全にできます。はい、これでシーンゼロですね。さあブレイク完了させたんで、勇気の方で100人も貯めてしまいます。これでシーン打てる状態にはできたんで、シーン使ってもいいんですけどね、どうしようかな。4人連携の時に使いたいっていう思いもあるんですけど、まあ1回使ってもいいかな、ここで。まあシーン一発打ってもそんなもんちゃそんなもんだな。打ってっか。アスナさんかいいです。どちらでもいいとは思います。いつもアスナさんで打ってるような気がするんで、今回イーティスでいこう。エハンドアーマメント。まあどちらでもね、単体シーンで、しっかり育ってるんならどちらでもいいと思います。人界の平和。まあよく育ってる方を使ってあげたらダメージしっかり取れると思いますね。騎士を舐めないで、ね、8万7000か、結構出るね、やっぱダメージ。はい、まあ3人連携ですが、まあ、大丈夫だと思います。勝負よ。まあ、ここはもうアサルトで全員いきます。気合い受けてみなさい。さあ一気に押し切れるかな、これで。いくわよ。まあ、アスナさん先頭にした方がアサルトで削れるのかな、物理耐性もっといい感じで。やさあこれで倒せるかな、まあ、シェータさんこの追撃があるからいいよね。せーのでいくよ。はい、多分これで終わりかな。その調子。はい、倒しましたね。はい、それではね、今回19ターン撃破ということで、45ターン以内の、撃破を目指してたんですけど、まあ、十分すぎるほど早く、攻略できました。やっぱ攻撃パターンだけ把握するだけでもやっぱ違いますね。特にどういう攻撃パターンで攻撃しかけていこうとか全く考えてなかったんで、まあ、適当に、チャージ要因とブレイク要因と、ボーナス要因で連れてきたって感じだったんで、まあ、すんなりいけてよかったです。あとはね、最近、前々から攻略なかなか進んでないカセドラルの100階の方 S ランク正直取れるか分かりませんけどね、本日にはなんとか動画出せるようにねやっていきたいと思います。あとランキングイベントの方も、第2回が、もうすでにスタートしてますし、まあそちらの方もね、一応今1位にはなってるんですけど、あんまりやってないんでね、ちょっと攻撃パターンとかしっかり把握した上で、一回ちょっとプレイして、まあ、100万以上はしっかり出して動画化しておきたいかなと思ってますんでね、まあ、なるべく今日中にはなんとかしようと考えてます。よかったら見に来てくれると嬉しいです。それでは一旦失礼します。